次こそお前じゃ、麦わら。赤犬さん、危ない。メイゴアンドレイ白いゲー。ちゃんと助けてもらえなくてよ、すまなかった。何言ってんだ、バカなこと言うな。誰か手当てしてくれ、エースを助けてくれ。無駄だ、自分の命の終わりくらい分かる。もう持たねえ。だから聞けよルフィ。何言ってんだ、エース死ぬのか。約束したじゃねえかよ、お前絶対死なねえって言ったじゃねえかよ、エース。そうだな、サボの剣とお前みてえな世話の焼ける弟がいなきゃ俺は生きようとも思わなかった。誰もそれを望まねえんだ。仕方ねえ、心残りは一つある。お前の夢の果てを見れねえことだ。だけどお前なら必ずやれる。俺の弟だ。昔誓い合った通り俺の人生には悔いはない。嘘だ、嘘つけ。嘘じゃねえ、俺が本当に欲しかったものはどうやら名声なんかじゃなかったんだ。俺は生まれてきてもよかったのか。欲しかったのはその答えだった。もう覚えも出ねえ。ルフィ、俺がこれから言う言葉をお前後からみんなに伝えてくれ。親父、みんな、そしてルフィ。今日までこんなどうしようもねえ俺を、鬼の血を引くこの俺を。愛してくれてありがとう。誰も逃がさないよ。こんだけやりゃ七武海としての義理は果たしたよな。シー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 。
戦いはこれからじゃ。逃げ道を封じてこい。マシミスター。海賊どもを追い込め。最後の一人まで叩き潰せ。脱出地点を制圧されては終わりじゃぞ。パシフィスタを止めるんじゃ。親父さん、バカすぎる。おお、手ごわいね。こいつの強さは本物だ。まずいぜ。死に目に会えそうでよかったぜ、親父。キイチ。おせんまいが嵐。海軍が混乱してる。今のうちに親父の援護に向かうぞ。麦わら屋を俺の船に運び込め。頼む、死なせるなよ。邪魔だな、おい。ピーチ、貴様はどういうつもりだ。七部会の称号はもういらねえ。もう用済みなんでな。あんたは老いた。次は俺の時代だ。てめえだけは息子と呼べねえな。命を取って俺がけじめをつける。うらら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 ら。俺の時代がもうすぐ来る。邪魔しねえでもらうぜ。もうこうなっちまうよ。正義も悪もありゃしねえな。おい、ラフラミンゴ、俺に用があると聞いたが。ああ、大事な伝言がある。まだまだ上からのな。そんなに死にてえか。闇は引力、すべてを引きずり込んでやる。容赦ねえな。あるわけねえか。家臣、軽率、おめえの弱点だ。あなたれが巨人空手奥義、フライ応戦。男はまだ生きてんのかよ。ロジャーの意志を継ぐ者たちがいるように、いずれエースの意志を継ぐ者も現れる。血縁を立てど、あいつらの炎が消えることはねえ。そしていつの日か全てを背負って世界に挑む者が現れる。興味はねえが、あの宝を見つけた時、世界はひっくり返るのさ。誰かが見つけ出す。その日は必ず来る。ワンピースは実在する。さらばだ、息子たち。死んでやがる、たったまんま。白ひげ海賊団船長、大海賊
エドワード・ニューゲート、通称白ひげ、マリンフォード頂上決戦にて死亡。さあ始めるぞ。見せてやるよ、最高のショー。おめえらに俺の力ってもんを見せておこう。ブラックホール。これが俺の闇の実の力。そしてあの構え。親父の能力。いやー、全てを無に返す闇の引力、全てを破壊する地震の力、俺こそが最強だ。この世界の未来は決まった。そう、ここから先は俺の時代だ。後にマリンフォード頂上戦争と呼ばれる史上空前の戦いは、シャンクス率いる赤髪海賊団の仲裁によってその幕を閉じた。瀕死の重傷を負ったルフィはジンベイ、ロー、ハンコックらによって助けられ、アマゾンリリーにかくまわれる。ローの治療でどうにか一命を取り留めたルフィだったが、エースを救えなかったことで心に大きな傷を負い、自暴自棄に陥っていた。何が海賊王だ。俺は弱い。何一つ守れねえ。ルフィ君、ここへ行け。一人にしてくれ。そういうわけにはいかん。これ以上自分を傷つけるお前さんは見ちゃおれん。俺の体だ、勝手だろ。ならばエースさんの体も本人のもの、彼が死ぬのも彼の勝手じゃ。お前黙れ。次何か言ったらぶっ飛ばすぞ。それで気が済むならやってみ。うわー、もう何も見えんのか、お前には。どんな壁も越えられると思うておった自信、疑うこともなかった己の強さ、それらを無情に打ち砕く手も足も出ぬ敵の数々、この海での道しるべじゃった兄、なくしたものは多かろう。世界という巨大な壁を前に次々と目の前を覆われておる。それでは一向に前は見えん。後悔と自責の闇に飲み込まれておる。今は辛かろうがルフィ、それらを押し殺せ。失ったものばかり数えるな。ないものはない。確認せ、お前にまだ残っておるものは何じゃ。いるよ、ゾロ、ナミ、ウソップ、サンジ、チョッパー、ロビン、フランキー、ブルック、俺には仲間がいる。俺たち集合場所があるんだよ、行かなきゃ。すぐ開いて、あいつらに会いてえよ。おお、ルフィ君、早速会えてよかった。ケイリーのおっさん、なんでこんなとこにいるんだ。
俺今からチャボンディ諸島に行くつもりだったんだ。みんなは？いや、まだ集まってはおらんだろう。俺、仲間に会いてんだ。本当にそれでいいのか？あの島で君たちの身に何が起きた？繰り返すためにまた集まる気か？私から一つ提案がある。乗るかそるかはもちろん君が決めろ。麦わらのルフィが生きていた！また海軍本部に乗り込んだんだって？一体何が目的でこんなことを？了解。そうか、ルフィ。わかった、わかったぞ、ルフィ。人の気も知らないで勝手なんだから。なるほど。ああ、そういう感じに。集合は3日後じゃなく2年後。立ち止まって力をつけるんだ。そしてまた必ず集結する。2年後にシャボンディ諸島で。